こんばんは、クリミナルです。今回は日本の未解決事件の考察をしてみました。では早速始めます。1992年10月1日深夜、石川県金沢市三十狩町のスイミングクラブに勤務する女性足立美穂さんが、夜遅くになっても勤務先から帰宅しなかった。美穂さんは実家暮らしで、帰りが遅くなる時は必ず連絡を入れていた。しかしその日は夜の11時になっても帰宅しなかった。そこで母親が美穂さんの勤務先に電話をかけた。すると同僚によれば、午後6時45分頃にすでに退社したとのことだった。心配した母親と姉は車で美穂さんを探しに出た。すると美穂さんの勤務先近くの職員駐車場で美穂さんの乗用車を発見。なお、この駐車場には車29台分の駐車スペースがあったが、この時は車1台とスクールバス1台しか駐車されていなかった。美穂さんは助手席に降り、リクライニングシートを倒し、仰向けの状態で目を閉じていた。助手席側のドアがロックされていたため、母親は運転席側のドアを開け、こんなところで寝てたら風邪ひくよと声をかけ、肩のあたりを揺すった。しかし反応はなく、美穂さんの体にぬくもりは感じられなかった。美穂さんはすでに亡くなっていたのだ。驚いた母親と姉は駐車場の向かいにあるビル1階のスナックに駆け込み、娘が死んでいると叫んだ。こうしてスナックから通報がなされ、事件が発覚した。時刻は午前0時53分だった。美穂さんの車は駐車場の白線をまたぐ形で止められており、エンジンは切れていたが、キーは差し込まれたままで、カーステレオのテープが音量が絞られた状態で回っていた。また現金入りの財布が入った美穂さんのショルダーバッグが後部座席に置かれていた。なお、車から犯人の指紋が検出されたという情報はない。美穂さんには暴行された形跡はなかったが、左頬と左下顎付近、左腰部分に皮下出血が確認された。また片方しか靴は履いておらず、着ていたオーバーオールの一部や下着が女性の無駄毛処理用のカミソリで切り裂かれていた。ただ体には傷がついていなかったことから、手にかけた後に切り裂いたものとみられる。また美穂さんの胸部やブラジャーには犯人の唾液が付着していた。髪には長さ 3.8 センチの白色の毛糸2本が付着しており、その毛糸は富山県の業者が製造する帽子のボンテンを作る毛糸によく似ていた。美穂さんの死因はオーバーオールの左肩吊りベルトによって首を絞められたことによる窒息死。顔面の鬱血状態から長時間首を絞められたものとみられ、顎のあたりにも跡が確認された。おそらく犯人は顎に引っ掛けようとしたが失敗したため、首を絞め直したものとみられる。司法解剖の結果、死亡推定時刻は9月30日午後8時前後と推定された。殺害場所は遺体発見現場である職員駐車場から約7キロ離れた白山市八五郎島町のリンゴ園と特定された。このリンゴ園は美穂さんの実家から600メートルの距離だ。このリンゴ園は広さ約1万平方メートルで、午後5時15分以降は無人となり、誰もが簡単に入ることができる場所であった。この場所には生きた化石とも呼ばれるメタセコイアという植物が植生されていた。このメタセコイアが美穂さんの髪に付着していたのである。また美穂さんが着ていたオーバーオールの尻の部分についた泥や、もう片方の靴、美穂さんの毛髪がこの場所で発見された。さらに付近の農道から美穂さんの車のタイヤと同じ模様のタイヤ痕が確認された。他にも男性の毛髪、ジュースの缶、ナイロンシート、ティッシュペーパーなどが見つかっている。警察は顔見知りによる犯行とみて、スイミングクラブの関係者など4000人に事情を聞いたが、怪しい人物は浮上しなかった。その後も延べ6万人にも及ぶ捜査員を投入し捜査に当たったが、犯人特定には至らなかった。2006年には交友関係を中心に1250人のアリバイの洗い直しをしたが、成果は出なかった。そして本件は2007年9月30日に公訴時効を迎えてしまった。
美穂さんの実家は白山市八五郎島町にあり、美穂さんは農家の三人娘の次女であった。姉は部活動で水泳をしており、父親は水泳協会の副会長を務めるなど、足立家は水泳一家だった。その影響もあってか、美穂さんも高校在学中は水泳部のマネージャーをしていた。1991年3月に地元の高校を卒業し、実家から約5キロほどのところにあるスイミングクラブのインストラクターとして就職。美穂さんはこの勤務先に自動車通勤をしていた。駐車場所は勤務先から少し離れた場所にある職員駐車場である。美穂さんは明るくて優しい先生として、スイミングクラブの生徒や保護者からも人気だった。また、事件当時美穂さんには、親しい仲の男性、いわゆる彼氏はいなかった。仕事後に遊びに出かけることもあったが、同性の友達と買い物やカラオケに行くぐらいだったという。次に、事件当日の流れ。事件が発生した1992年9月30日午後6時45分。その日美穂さんは何事もなく勤務を終えた。午後7時15分頃、美穂さんがいつもの帰り道と逆の方向に車を走らせていったのを同僚が目撃。退社してからの30分は車内で時間を潰していたのだろうか。午後8時45分頃、職員駐車場の2番枠に美穂さんの車があるのを同僚が目撃。この午後7時15分から午後8時45分までが空白の90分である。午後9時25分頃、同僚3人が職員駐車場に美穂さんの車があるのを目撃。10月1日午前0時30分、同僚2人が職員駐車場に美穂さんの車があるのを目撃。そして午前0時50分頃、母親と姉が美穂さんの遺体を発見したのである。死亡推定時刻が午後8時頃ということを前提にしてまとめると、美穂さんは午後7時15分に車で出発し、その後犯人と落ち合い、リンゴ園へと向かう。犯人を拾うまでの時間を10分と推定すると、この時点で午後7時25分、犯人を拾った場所からリンゴ園までを片道20分くらいとすると、到着が午後7時45分。そして犯人は午後8時頃に美穂さんを手にかけた。午後8時45分には職員駐車場に美穂さんの車があったことから、犯人は午後8時30分前くらいにはリンゴ園を出発しているはずである。事件当日午後7時半頃、黒色のミラージュファビオが金沢市内の有松交差点を左折するのが目撃されている。その黒いファビオの運転席には男性が乗っており、助手席には女性が乗っていたという。午後8時40分頃、金沢市大ぬか3丁目の大通りで車に乗ったある女性が黒いファビオを目撃していた。その女性が運転する車は黒いファビオのすぐ後ろに位置し、しばらく追従する形で車を走らせていたが、黒いファビオは低速で走行していたという。後方から車内の様子を伺うと、運転席には若い男性が乗っており、助手席はシートが倒されており、見えない状態だったという。事件当時この女性は占いにはまっていたということもあって、美穂さんの車のナンバーをはっきりと記憶していた。どうやらナンバーの数字の合計が不吉な数字だったらしい。その後女性はスーパーに寄ったため黒いファビオとは離れた。この女性の目撃情報は角度の高いものと思われたが、その反面当時の捜査陣を混乱させた。この目撃情報が正しければ駐車場あたりまで車を走らせるが、一旦通り過ぎ大ぬか三丁目交差点から大通りに入ってしばらく西に進み、どこかのタイミングで再び南に進んで午後8時45分頃に職員駐車場にやってきたということになる。次の目撃証言、午後8時50分頃、現場近くをジョギングすることを日課にしていた男性が職員駐車場のあたりから慌てた様子で走っていく身長180センチくらいの男を見かけたという。その男は年齢は20代前半くらいと見られ、約1キロほど移動し続けた後に姿を消したとのことだった。
最後に事件の補足情報と警察の初動捜査のミスについて。補足情報1。9月17日の夜、職員駐車場で美穂さんの車に男性が同乗していたのが目撃されている。この男性の所在は不明のままである。補足情報2。事件当日午後9時半頃から午後10時頃までの間、リンゴ園にカップルが乗った1台の車が入り込んでいた。補足情報3。美穂さんは農協の生命保険に加入していた。ただこれは父親が農協の担当組合員として働いていたため、家族で一様に入っていたもので、保険の加入状況などに不自然さはなかった。次に警察の初動捜査のミスについて。この事件を実際に担当していた石川県警の元刑事がある本を出版している。大まかに内容を紹介すると、この事件には警察の初動捜査のミスがあったり、警察のメンツ、保身などが複雑に絡んでいたという。例えばこの事件は美穂さんの胸部やブラジャーから犯人のものとみられる唾液が検出されている。しかし当時の石川県警はこの大事な証拠である唾液の保全措置をしていなかったのである。このことによりこの唾液が個人識別の証拠として使えなくなってしまったのだ。またローラー作戦を行った際、捜査を指揮していた幹部が〇〇という男が犯人に違いないから、この男の情報を何でもいいから取ってこいと檄を飛ばしていた。ただ蓋を開けてみると、その男性は事件に無関係であった。捜査を指揮していた幹部は事件に無関係である男性を犯人だと決めつけ、捜査を指揮していたのだ。さらに現場の捜査員たちは事件の情報をあまり知らない状態で動いていた。どういうことかというと、情報が外部に漏れるのを嫌った捜査本部が証拠品の写真などの資料の閲覧を規制していた。他にも解剖鑑定書の凶器の幅に誤りがあり、長年凶器の特定ができずにいた。また事情聴取をした者の中にアリバイありとされ捜査対象から外されていたある男がいた。田中さんがその男を詳しく調べてみると、実はアリバイは不明確であった。もしこの男が犯人だったとすると、職員駐車場まで戻ったことにも説明がつく。そして田中さんと部下がその男への継続捜査を求めたところ、捜査に口出しできない部署へと移動させられてしまった。さらに刑事部の中では田中さんが作成した事件の資料を閲覧することが禁じられていた。表向きは事件解決を目指し情報提供を求めていたが、警察内部、特に刑事部では話を聞く限りそうではなかったようだ。それでは考察に入ります。まず車内に現金入りの財布が残されていたことから、強盗に襲われたという線ではなさそうです。そして犯人は男だと感じています。衣服や下着を切り裂いたのに使用されたのが女性の無駄毛処理用のカミソリであったことから、犯人は女という説もありますが、不審な女の目撃証言は確認されていません。さらに美穂さんの胸部には犯人の唾液が付着しており、性的な行為に及ぼうとした形跡が見られます。また犯人が女性である場合、動機は痴情のもつれや怨恨という線が考えられますが、聞き込みからは美穂さんがトラブルに巻き込まれていたといった話は確認されていません。よって犯人は男である可能性が高いのではないかと感じています。そして衣服や下着をカミソリで切り裂いたり、胸部のあたりを舐めた点、この点に関しては犯人が変質者だったのか、それとも変質者による犯行に見せかけたかったのか、どちらかだと思いますが、おそらく後者の方だと思います。犯人はあまり女性との交際経験がなく、性的空想にふけっていた人物ではないでしょうか。美穂さんは仕事後にいつもの帰り道とは逆の方向に車を走らせていますが、おそらくこれは犯人を迎えに行ったのではないでしょうか。つまり事前に連絡を取っており、待ち合わせをしていた。美穂さんと犯人はまだ付き合ってはいませんが、デートはするくらいの関係だったのではないでしょうか。まだ交際を始めていなかったので、家族や友人にも明かしていなかったのではないでしょうか。そして犯人の方が美穂さんに対し強い思いを抱いていたと思います。
つい最近も女性の配信者の方が一度会ったことのあるリスナーに刺殺されるという事件が発生しました。この犯人の動機は他の男に取られるくらいなら手にかけてやろうというものでした。この事件も美穂さんと交際したかった男、または体の関係を結びたかった男が拒否されたことで激上し犯行に及んだのではないでしょうか。その後犯人は美穂さんの車で職員駐車場まで行き、車を2番枠に止めた後に徒歩もしくはタクシーを拾って逃走したものとみられます。この時車は白線をまたぐ形で止められていました。犯人は動揺していたのか、または普段車を運転しない人物だったのか、もしくは免許を取得したばかりの若者だったのか。この点に関しては美穂さんの年齢が当時20歳でしたので、おそらく犯人の男も同年代くらいだと思います。ですので運転免許を取ったばかり、または無免許でしたが軽い運転くらいはできる人物ということが考えられます。また車内のカーステレオのテープの音量が絞られた状態で回っていたことから、音量を絞ることでしか音声を消せなかった人物、つまり美穂さんの車に不慣れな人物で焦っていたとも取れます。次に、なぜ犯人は大回りした後に駐車場にやってきたのかという点。犯人は美穂さんと面識があり、職員駐車場の場所も知っていたことでしょう。駐車されていた2番枠は普段美穂さんが車を止めていた場所だからです。おそらく犯人は土地勘もあり地元の人間でしょう。このことから事件の約2週間前に同駐車場で目撃された美穂さんの車に同乗していた男が犯人と同一人物である可能性が考えられます。不可解なのは駐車場付近まで車を走らせましたが通り過ぎているという点です。これは女性の目撃証言に誤りがないという前提で考察いたしますが、この点については2通りの考えがあります。一つ目は、犯人は激しく動揺しており、それが原因で通り過ぎてしまった。二つ目は、もともと駐車場に車を移動させるつもりであったが、その時駐車場に誰かがいたので、仕方なく一旦通り過ぎたというものです。私は後者の方ではないかと感じています。次に、なぜ職員駐車場なのかという点です。殺害現場のリンゴ園から実家までは600メートル、職員駐車場までは7キロ、車で10分程度の距離です。犯人はこのリンゴ園から交通量の多い加賀産業道路に出るのを避けるように車を走らせていることが分かっています。しかし犯人は最終的には職員駐車場まで車を走らせ、そこに車を止めています。なぜ犯人はそのような行動を取ったのでしょうか。この点に関しては2通りの考えがあります。一つ目は、犯人の家が職員駐車場の近くにあったという説。犯人は美穂さんと揉み合った際に服がひどく汚れてしまった。また一刻も早く現場を後にしたかったが足がなかった。かといって服が汚れた状態で電車に乗って逃走するには目立ってしまう。そこで仕方なく職員駐車場まで移動したという説です。ただこの説は美穂さんの遺体を助手席に乗せたという点が引っかかります。家の近くまで移動したかっただけならば、美穂さんを助手席に乗せる必要はなかったと思います。遺体を見つかりにくい場所に隠すか、その場に放置するかと思います。ただ犯人に自責の念が芽生え、自分が殺めてしまったが、せめて遺体だけは早く発見してもらいたいという思いを抱いたということはあるかもしれません。二つ目は、犯人が殺害現場はバレないと思っていたという説。犯人は仕事を終えた美穂さんが駐車場で変質者に襲われ、そこで亡くなったと偽装したかったという説です。個人的には前者の方ではないかと感じていますが、どちらにおいても犯人は現場近くに住んでいたのではないかと思っています。では事件当時現場近くに住んでいたと思われる男がなぜ捜査の網にかからなかったのでしょうか。そこで考えられるのが警察の初動捜査のミスや何らかの圧力です。この事件を実際に担当した石川県警の元刑事田中さんが出版した本によると、この事件には警察の初動捜査のミスがあったり、警察のメンツ保身などが複雑に絡んでいたとされています。田中さんが出版した本の説明文にはこう書かれています。
尻拭い捜査と称する捜査ミスを暴き出す捜査手法に全力を注ぎ、刑事最後の仕事との思いで事件解決に取り組み、これまでわからないと言われていた凶器を被害者の着ていたオーバーオールの左肩釣りベルトと特定して、最初の捜査段階でアリバイありとして除外されていたある人物を容疑者として特定した。しかし、その後の人事異動で著者は異動させられてしまい、蚊帳の外から捜査を見守っていたのであるが、発生から10年目に著者の手によって暴かれた捜査ミスを認めることを嫌う組織が、真実を秘したまま事件を終結させようとしていることを知り、愕然とするとともに憤りを感じることとなる。この本の中では、美穂さんのある身近な人物が本命だと記されています。この男は自らのアリバイのために職員駐車場まで戻らなくてはいけなかったのです。事件当日、男は午後5時半と午後9時20分に同じ場所にいたということでアリバイが成立したとされていました。しかし、午後5時半から午後9時20分の間、この男がどこで何をしていたのかは不明でした。であるのにアリバイありとされ、捜査対象から外されていたのです。つまりこの男は午後9時過ぎに現場に戻ることでアリバイを成立させたわけです。なお、この男の血液型は B 型で、検出された唾液の血液型も同じく B 型です。田中さんはこの男が怪しいと感じ、署に呼び出し、ポリグラフ検査にかけ、取り調べも行っていますが、さらに疑惑が深まる結果となったそうです。そこで田中さんと部下がこの男に対する継続捜査を願い出たところ、捜査に口出しができない部署へと移動させられてしまったのです。私は犯人が職員駐車場まで戻ったのは近くに犯人の家があるのではと思いました。しかし実際に事件を担当した田中さんによると、犯人とおぼしき人物は事件当時職員駐車場近くに勤務先があった男とのことです。その男は仕事の休憩時間中、もしくは勤務時間中に犯行に及んだと思われます。事件当日、男は美穂さんを馴染みの店付近まで迎えに来させ、そこで落ち合いました。ここで運転を変わったのでしょうか、二人が乗った車はラブホテル街へと向かいます。ここで異変を察知した美穂さんはホテルに入ることを拒否。すると男はホテルに入ることを諦め、車はリンゴ園へと向かいます。リンゴ園に着くと、車内で美穂さんを暴行しようとしました。しかし抵抗され、美穂さんが車外へと逃げたので、追いかけて後ろから首を絞めました。美穂さんが動かなくなると、男は気を失ったものだと思い、性的な行為に及ぼうとしました。しかし途中で息をしていないことに気づきました。焦った犯人は美穂さんを引きずり、助手席に乗せました。その際、オーバーオールのお尻の部分に泥がつき、片方の靴が脱げました。ただ、焦っていた犯人は、靴が脱げたことに気づかなかったものと思われます。そして男は、職員駐車場まで車を走らせました。大回りして駐車場にたどり着いたのは、勤務先にカミソリを取りに行ったからで、カミソリを取得した男は、車内に戻り、美穂さんの衣服や下着を切り裂き、変質者による犯行と偽装しました。その後男は勤務先に戻り、アリバイを作った、と田中さんは推測しているようです。もし、この本に記されていることが真実だとすると、本件は未解決のまま闇に葬られてしまうということになります。未解決事件の中には、警察の初動捜査のミスが散見されます。それが事件解決を遠のかせていることは紛れもない事実でしょう。それに加えて、そのミスが発覚することを恐れた組織が蓋をしてしまうと、事件は謎を残したまま、未解決のまま、終結したものとされてしまいます。警察官には退職後も守秘義務が生じるため、このような警察の内情を暴露する本が出版されるのは異例です。それだけ著者の田中さんは、この事件に対し思うところがあったのでしょう。この事件はなぜ犯人がリスクを冒してまで職員駐車場まで戻ったのかという点が最大の謎とされていました。ただその謎は田中さんがしたためた本によって解明されたのではないでしょうか。著者の田中さんは掴んだ状況証拠やポリグラフ検査、取り調べによりかなりの確率でその男が黒だと感じているようです。
しかし本件はすでに公訴時効を迎えてしまっており、警察が捜査ミスを認めることもおそらくないでしょう。事件の真実が明らかになるのは、犯人が名乗り出るしか道は残されていないだろうと感じています。この本が気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。最後に、この事件に関し何か情報をお持ちの方は情報提供をお願いいたします。また犯人が存命なのであれば名乗り出てください。美穂さんのご冥福をお祈りいたします。